どうもご機嫌いかがですか、ケンジでございます。おはようございます。今日は通院日でございましてね、病院に向かってる途中なんですが、ちょっと朝ごはんでもと思って、今日はコンビニにちょっと寄ろうかなと。で、まあわざわざコンビニに寄ろうと思ったのはですね、ちょっと試してみたいことがありまして、まあ、最近っていうのはまあ支払い方法っていうのがいろいろあるわけで、で、まあ、スマホとかね、交通系 IC カードとか、まあ、クレジットカードもありますけれども、いろいろある中でですね、先日とあるキャンペーンに参加したところ、クオカードペイっていうのをね、500円分手に入れました。あの、クオカードってね、あの、今もありますけれども、それの、まあ、スマホの方で、まあ、バーコードなり QR コードを読み取って支払うっていうのがね、まあ、たまたまやってこなかったんですけど、これで支払って残りの足りない分をこっちで支払ってみたいなのがどこまでできるのかなっていう風なのが分かんなかったんですね。まあそもそもできるかできないかとかいろいろあると思うんですけど、そのクオカードペイっていうのはコンビニだととりあえずローソンかな、ミニストップも使えるのかな、まあ、とりあえず、まあ一番多いところではローソンでしょ。で、まあローソンで使えるということなんで、ローソンにやってきたわけです。ローソンのスタッフの方に、店員の方に支払い方法をね、残高ある分でこっちで払って、残りでこっちで払ってみたいなことってできるんですかねって聞いたら、できるものとできないものがあるって言われたんですね。うん。ちなみに今日、ローソンの、街角厨房、北あかりのコロッケドッグ、コロッケとタルタルが入っております。いただきます。で、その支払い方法、まあ、できるものとできないものがある、分割と言いますか。で、どれならできるのかっていう細かいところまで聞こうかと思ったんですけど、まあお客さんも結構並んでたんでやめましたけれども、とりあえずクオカードペイっていうのは足りない分は現金になりますというふうに言われました。で、私、朝ちょっと、500円以上になりそうだったんで、で、財布は置いてきてたんで、じゃあもういいやつってペイペイで支払いましたけれども、まあ、クオカードペイっていうものを常用利用されてる方もなかなかいないとは思いますが、まあ、クオカードペイを使う場合は、その額以内に納めるか、超えた分は現金で、支払うことになると言われました。で、なかなか厄介ですね。で、どれならできるんだっていうところも今からちょっと調べようかなというふうには思ってますが、あるじゃないですか、いろんなやつ使っててちょこ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 残高残ってるみたいなとか、チャージするタイプのがね残ってるとか、いろいろあるので、そういうので、あとポイントで支払うっていうのもまたねあるじゃないですか。で、溜まってるポイントで支払うっていうのも併用できなかったりとかするっていう話だったんで、残りの足りない分は現金になったりだとか、そういう風な話がありましたんで、結局は余計なことせず、どっか一つのでね、使っていくのが一番いいなという風なところに落ち着くので、まあ、やっぱりペイペイあたりが私としては使いやすいかな。はい、そしてローソンのタルタルフィッシュバーガー出来たてでございます。いただきます。はい、今ローソンなんですけど、この左上になんか警報装置がついてますよね。で、このなんかパトランプみたいなやつの上に丸っこい非常ベルみたいなのがついてるじゃないですか。あれ、私作ってましたね。あれ、めちゃくちゃ私作ってました。多分同じものです。はい、そして今日は、じゃーん、久しぶりに、ニコンの D40 を引っ張り出してきました。はい。なんとなく、ちょっと使いたくなって、久しぶりに持ってきましたが。まあ、2006年ぐらいでしたっけ ?D40 出たのはね。で、私がデジタルの一眼レフを買ったのが、この一番最初。買ったのがこの D40 でした。はい。
当時のダブルレンズキット、標準ズームと望遠ズームの2本がついたやつだったんですけど、5万円だったかな、当時。5万ちょっと。家電量販店で当時買いましたけれども、5万ちょっとで買ったものだったですね。うん。いやー、その2本のレンズで相当ポートレート撮りましたよ、当時は。めちゃくちゃ撮ったですね。当時は、写真撮影会っていうのを主催するグループみたいなのを作って、私が作ったわけじゃなくて、それを、何人かね、集まって、こういうのをやろうってなって、私もその中に入れてもらって、毎週のようにね、撮影会をやって、で、そこに行ってね、で、タイムキーパーをやったりだとかね、レフ板持ちをやったりとかね、なんか迎えに行ったりだとかね、いろんなことをやったりしました。で、まあそんなことをやりながらね、もちろん自分も参加者として入って写真を撮ったりもね、してたわけなんですけれども、まあ非営利グループというところで活動してた時期がね、あるんですけれども、その頃にね、こいつでバンバン写真撮りまくったんですよね。懐かしいわ。まあね、しばらくちょっと出番なかったですけど、たまにね、持ち出して使っておりますが、状態は非常にいいです。ミラーの状態もいいですし、まあファインダーがね、ちょっと黄色っぽくなっちゃってるかなっていうのがね、ありますけれども、いいですね。まだこれ動画が撮れない頃のカメラです。この後ね、動画撮影機能というのがついてきたりするわけですけれども。で、今日はちょっとツァイスのレンズがね、DX レンズちょっとね、今手元になかったんで、つくやつ何か持ち出そうかなと思って、たまたま今家にあった、F レンズのサイズですね、85ミリと、昔、ペンタックスの、K10 かなを、フィルムカメラ使ってた時のレンズにマウンドアダプターで、ペンタックスマウントなんで PK からニコンにね変換するマウンドアダプターをつけたタムロンの2880の標準レンズですね。今ちょっと持ってきましたけれども、まあ写りはね決していいとは言えませんけれども、まあちょっと遊ぶにはいいかなというところで、この色もね結構好きなんですよね。うっすらこのシルバーじゃなくてちょっとゴールドっぽい感じのね色のものなんですけどね、このレンズも結構面白くて好きですね。なんかハードオフかなんかのジャンク品コーナーに DX レンズ転がってないかな、ちょっと今日見に行ってこうかな。病院終わったらちょっとハードオフでも行ってみますか。はい、ハードオフやってきました。なんかあるかな。いや、買ってきました。いや、店内いる間に急に一雨来ましたね。はい、ハードオフ行ったらありました。ちょうど、ジャンク品ではなかったですが、 18mm の 55mm DX ですね、VR なしの2の方ですね。古い方になりますが、2700円で売っておりました。はい。割と綺麗なんじゃないでしょうか。うん。そんなに特別ばらしてお掃除みたいなことをしなくても使えそうなぐらい綺麗です。そのままでもいけそうだな。ちょっとつけてみますか。ちょっと遊んでみますか。いいね。AF バッチリ。うん。いいじゃない。設定も全部戻して、仕上がり標準、ホワイトバランスもオートにしといて、感度200。すべて設定を戻し
て露出で、AF もバッチリ来るじゃない。おお、いいじゃない。これで2700円ですよ。ちゃんとフロントのキャップもついてる、リアのキャップもついてる。これプロテクター 52mm 健康のプロテクターが1枚ついてます。はい、で問題なく動きます。で18-55のこの VR がついてない、G2ED ですね。 DX フォーマットの、古い方のモデルですけど2700円、かなりいいお買い物じゃないでしょうか。中古価格帯でも安い方、状態非常にいいです。レンズも曇りとかも特になく、まあちょっと今プロテクターがね少し汚れてるんで拭き上げたりとかの必要はあるかな。リアの方を見ても別に大きなゴミも中に特別入ってなくて、うん、動作も問題なく動きますね。良好です。おー、いい買い物をしました。やっぱね D40 って言ったらまあ後に名機と呼ばれるものですけれども、いやバッテリーもね2本まだ持ってたんで昨日充電して、バッテリーの劣化とかの問題もねあるかなと思ったけど、まあ写真撮るだけなんでねそんなに持たなくてもいいかなという感じもありましたが、問題なく充電できたしね。いや写真撮って遊ぶにはこれ十分ですね。55-200もね実はあったんですよ。で中古価格帯の安いところよりもさらに1000円安いぐらいだったんで買ってもいいかなとも思えるぐらいだったんですけど、ちょっと今手持ちがね買うつもりなくて手持ちない状態だったんでね、まあ、こっちだけを買いましたけれども、55-200も相当使えるんすよね。ポートレートの時に55-200相当使ったんでね、あれはこの標準ズームの2本っていうのはすげえいいレンズですね。うん、もちろんもっといいレンズはいろいろあるわけですけれども、キットレンズの中ではこれ非常にもう紙レンズと言っていいんじゃないでしょうかっていうぐらいのね、この2本のレンズなわけなんですけれどもね。いや、いい買い物をしました。いやー、だいぶ山も色づいてきましたね。ちょっと写真撮っていきますか。